ストレスやな。ストレス。ストレスやわ。ストレスどうしたのね。何があったの。仲良くしようよ。ゴリゴリに詰められてましたからね、さっきの試合。ストレス。ストレスだって。ほら、謝んなよ、あんた。あんたが場所がなくなって言ったからよ。ずずごめん。ずって、そんな自分を責めないで、雑魚い自分を。あ、もうすが下手でストレス立っちゃうんだもんね。いや、下手だったな。うん、そんなこと言うなって。大丈夫、大丈夫。そんな、ずずも、まあ、いいとこあるから。ずず面白そうな言い方。言葉に詰まってるな。面白い。面白い。例えばどこがあるんだよ、面白いと。面白い以外で答えてみろよ。挨拶好きだよ。知名度がないとか。たまになんかよくわかんない滑ってる企画をやってたりとか。めちゃくちゃ裏赤黒。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ裏赤黒。俺。めちゃくちゃ怖い。裏赤作る。めちゃくちゃ作ろう裏赤。ゼルダの BGM は本当にあれ何かが本当によくわからない。めちゃくちゃ裏赤作ろう。めちゃくちゃ裏赤作ろう。どんどん作ってるよ今もう。作ろう。どんどん作れるもんなの。団子みたいな。団子やん。どんどん。大丈夫。瀬戸朝日よりも面白いから。瀬戸朝日よりも面白いから大丈夫。瀬戸朝日よりも面白い。大丈夫。瀬戸朝日よりも俺は面白い。絶対。瀬戸朝日より面白いから。瀬戸朝日より面白い。瀬戸朝日より面白いから俺。瀬戸朝日よりも面白い。大丈夫。瀬戸朝日よりも面白い。ろくに動画も投稿してないやつと違って、瀬戸朝日よりも面白いから大丈夫。全然大丈夫。全然落ち着け。落ち着け大丈夫大丈夫。瀬戸朝日よりも面白い。瀬戸朝日よりも大丈夫だよ。あんなちんけなやつと違う。本当に。大丈夫大丈夫大丈夫。瀬戸朝日よりも面白い。クオリティも高い。大丈夫大丈夫、弱くない、俺は弱くない、弱くない、弱くない、大丈夫、弱くない、弱くない、ずっと大丈夫、大丈夫、大丈夫、自分を信じて進んでいけば大丈夫。ゼルダは面白い。ゼルダの BGM は基本面白い。大丈夫大丈夫。ドレハンの1万通り当てるやつも1000ぐらいで断念したもんな。大丈夫大丈夫大丈夫、落ち着け落ち着け、大丈夫、ネタとして面白かった、大丈夫大丈夫、断念っていうのもそりゃそうだろみたいな感じになって面白かったはず、大丈夫大丈夫、絶対大丈夫、絶対大丈夫。俺は独身貴族ネロじゃ。ネロちゃんは。あ、食われてる。あ、クラマ君も死んでる。あら、大丈夫。この事件は解決しております。おっと。どういうことですか。まあネロちゃん説明どうぞ。以上。以上。じゃあ夏目から。メキコにクラマ君がいたんだけど、なんかうろうろしてて、俺が独身貴族リンネジャーって言ったら、無視されたから、いつもだったら、あははとか言うんだけど、言われたから、おめえクラマじゃねえだろっつったら、夏目がバコーン切って、したら、3時の色の死体が出てきたから。夏目が終わらしときました、この事件は。ありがとうございます。助かります。はい。ありがとうございます。ま、チナシェリフね。チナシェリフね。嘘つけよ。嘘。生きていけない。ちょっと誰か特定の人間に恨みがある人は、ラウンジのトイレの一番右に来てください。あら。あら。わかりました。ラウンジのトイレのどこって言いました？一番右です、一番右。特定の人間に恨みがある人は。はい。わかりました。おい、あるな。特定の恨み持ってるやつ一人いるな、俺に。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。センスという言葉に逃げている。大丈夫、大丈夫、落ち着け、大丈夫、あるからセンス。大丈夫。なんで誰を殺してほしいんだ。瀬戸朝日を殺してほしいです。やってくれる。ありがとう。どうしたの？セドラこっち来て。ん、何？ズーさんが恨みあるらしいよ。なんで？てばーか！死ねばーか！死ねばーか！いなくなれ、いなくなれ。バカお前、バカ。あ。何があ、見てこれね。チミも俺をじゃ。ああ、あら。え、なんでな。え？これも片付けておいたの。いや、これは片付いてないです。終わらせてなかったです。これは。はい。未解決の事件です。